じゃあ花魁の年収はどれぐらいだと思います？トップクラス 1億ぐらいとかね。1億ぐらい。1億円ぐらい。0円です。こんにちは、武蔵野学院大学学長の高橋です。私はこんな経歴でいろいろなお話をさせていただいております。ぜひ皆様に聞き流しでもお楽しみいただければ幸いです。それでは開始。こんにちは。今回は江戸時代の吉原についてお話をしたいと思います。青天を衝けの動画でもお話ししましたけれども、渋沢栄一はお父さんから100両もらって江戸に出てきて、あっけらかんと吉原で25両か30両使っちゃったみたいな話だったんですけれども、吉原江戸時代ってどんな感じだったかって興味ないです？めちゃくちゃあるっす。いつにない気合が感じられますね。まあわかりました。まあどこから話していいのかなっていうのもあるんですが、吉原のことを遊郭と呼びます。で、遊郭と、まあ、当時は岡場所っていろんなところにもあったんですけど、違いなんだと思います？女の子のレベル。あー、さすが。実は遊郭は幕府公認なんです。ですから幕府公認ってことは勝手にいろんなことされちゃ困るから、まあここでならそういうことしていいよっていう意味もあったし、逆に言えば今おっしゃっていただいたように格上のところを基準で作るっていうことが文化として一つ大事だろうというような考えも江戸時代ですから特に初期はあったんだと思います。しかも吉原の元は静岡に徳川家が持っていたものの話を導入させて、元吉原っていう場所がいろいろあって現在の吉原に移ったんですけれども、まあいずれにしてもですね、今でも続いているその吉原という場所といわゆるブランド、これはもう江戸の最初からあるということが一つのポイントなんですね。で、とにかく幕府公認で正式なとこですから、まあ、何百人と女性がいて上から下まであるんですけれども、一番上のランクをいわゆる花魁と呼びます。これは時代によって、太夫って言ったり、まあ、つぼねって言ったり、まあ、いろいろな呼び方があるんですけれども、まあ、いずれにしても、まあ、基本的には現代でも花魁。花魁どういうイメージです？花魁ドエロイメージです。ああ、花魁っていうのはものすごい教養なんです。つまり上級の人なんですよ。で、もう若から何からも全部知っていて、教養もある知識もある、そういうような人しか選ばれなかった。もちろん素敵な女性じゃなきゃダメですよ。なんだこれって言われるような形の方はダメなんですが、そういう人たちがもうとにかく仕込まれて踊りから何まで完璧にしてたんで、現代にそんな完璧な人いるのかねぐらいの完璧さだったと言われています。で、そのレベルがいわゆる花魁、まあ太夫でもいいですけども、そういう超レベルの高い人で、吉原は変な言い方ですけど、いきなりこんにちはって言ってその花魁さんとその一夜を共にしたりとかっていうことはできません。段取りがあります。ここが難しいんですね。で、その段取りは、まあ、いわゆる引く手茶屋とも待ち合い茶屋とも言いますが、まず宴席を開きます。宴会ですね。で、宴会を開いてから店、別の場所にあるんです。店っていうのは普通の店ではなくて、見るに世間の世、世界の世と書いて店なんですけども、まあ、まずそういう茶屋に行きまして宴会をやります。で、席料がかかる、料理代がかかる、まあ、揚げ代っていうんですけど、あとで店の取り分もかかる。まあそんなかんこんなで、まあ例えば1回高級な人と夜を共にするまで、まああとでご説明しますけど3回目まで行かなきゃいけないんですが、そこまででだいたいレベルの高い人で現代ってどれくらいかかると思う？現代だったら100万ぐらい。2000万ぐらいかかります。ちょっといい加減にしてくれという話なんですが、まあ、逆に言えばそういうような人しか来んなよという段取りになっているわけですね。で、まず最初に行くと初めて会うですから、初会というのがあって、その宴会をします。その時に上座に座るのはお金を払う人じゃありません。なんと花魁です。その花魁を上座に座れてご接待するんですよ。で、花魁はもうこういうツーンみたいな状態なんですね。で、別にそんないいことも言ってくんない。で、宴会して、それで
あ、じゃあどうなんのかなったら、はい今日は帰ってください。で次が裏を返すと言って2回目に行きます。2回目も花魁は上座に座ってツンとしてるだけです。で宴会をやります。で3回目に馴染みというタイミングになってくると、その前にあんなやつやだって言って花魁が断るケースももちろんあるし、諦めるんだったら客もこいつ違うなと思えばそれまでに諦めてもらう。つまりこれ平安時代のルールを持ち込んだらしく、一種の疑似結婚みたいにしてたんですね。ですから3回目の馴染みになると、突然手のひら返したように花魁が親切になって、みたいなノリに変わるわけですよ。ですからそこまではこう引っ張って、まあ安売りしない、つまりそれがツンデレの走りだったんです。もうツンデレとはここから、別に言葉はここから来たわけじゃないですけど、そういう形をやって3回目になるとそういう仲良くなれる。疑似結婚だから1回その人でっていうことになっちゃったら別の人には行っちゃいけない。それは現代でも不倫だなんとかだって言うんですけども、それはもう一つのお約束、道義的な意味でそういうことしちゃいけないというふうになっていました。ですから3回までで、それで店に行くまでで、だいたいトップクラスで200両かかったと。まあ江戸初期はもうちょっと価値があるんですが、だいたい1両が10万だとすると200両で2000万かかるわけですね。でだいたい年間500両ぐらいはまあかかったろうと言われています。ってことは5000万円かかるんです。で5000万円かかるっていうと、小規模の藩の家老のだいたいサラリーと同等だと言われています。逆に言えば家老というのは藩の中で殿様の次に来る人たちが小規模藩でだいたい500両、まあ年間年収5000万って高いよねって気もするんですけれども、家来とかも抱えなきゃいけなかったりするから、まあ5000万全部自分がもらえるわけではないんですけども、5000万ぐらいの収入、まあもうちょっと下の武士中級になったらそういう藩でもそこそこ幹部であれば300両ぐらいはもらえたと。ところが年間そういうのに行くだけで500両かかっちゃうわけですね、上級の人に会うには。これは相当選ばれた人しか行けなかっただろうと言われています。ちなみに江戸の初期で、江戸はだいたい職人が多いですから、職人が1日だいたい4000円ぐらい、かけそばが1杯160円ぐらい、今で言えば。その中で結局200両を使うということを、2000万円クラスで使うということをご理解いただけると一番分かりやすいかと思います。まあいずれにしても、一方でじゃあ花魁の年収はどれぐらいだと思います？あ、そんだけもらってるんで、本当トップクラス 1億ぐらいとかね。1億ぐらい、1億円ぐらい、もうプロ野球選手の FA みたいな。そう、0円ですで花魁というのはもちろん上級の人から下級の人までその女性はいるんですけども、トップだとしてももともとどこかから世間と呼ばれる人買いの人に買われているわけですね。農家だったら3両から5両、つまり30万から50万、まあ武家の誰かがとか借金の方がって言って大体10両とか、まあ、つまり100万円ですね。そういうぐらいだと言われていますが、それぐらいで買ってこられちゃうわけですが、その返済は年期奉公といって何年以上勤めたらいいですよってなるわけです。ところが一方で、先ほど申し上げたようにものすごいレベルの高い教養を身につけなきゃいけないんで、習い事は勉強しますよね。それ全部お店からの借金なんです。ですから年期奉公終わった後その借金を返すわけですから、まあほぼほぼ給料にはならない。で昔ですから狭いところで不衛生なところにもいることによって、結局は早く死んでしまうとか、あと例えば避妊なんかも伝説的なものはありましたけど、完全なる避妊が江戸時代ですからありませんから、そういうもので体調を崩したり、子供が生まれるっていうことになるとその間働けなかったり、いろいろな多くの問題があり、大体30そこそこで引退すると言われてるんですが、そこまで生きられる人も少なかったと言われています。ですから死んだら諦められるんですけど、死ななければどん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 返していかなきゃいけないわけですね。ちなみに、はい、その、まあ、2000万ぐらいかかったりとかするのに、うん、おいらにはあんまりお金いかないじゃないですか、うん、で幕府公認ってことは、うん、それなんか税金みたいな感じで入ってくるんですか？いやだからね、そこら辺はもうまさに謎ですよ。ただ少なくともその
茶屋で言えば席料もあれば料理代もあればお店のもらう揚げ代もあるので、うん、その全部が全部お店がもらうとは言えません。ですけれどもそのお店が取り分というものがものすごくあったとしても結局のところそこら辺はまあ幕府公認ですから何らかそれはお店が全部もらえるってわけではなかったでしょうね、うん、まあいずれにしましてもそういう段取りの中で今で言えば超エリートの完璧な人を疑似結婚で連れてきたのが吉原だったということです。しかしその女性はお金ももらえずその引き取られてきた安いお金で教養で借金をして働いていたというのが実態であったということが分かるわけです。お客さんどういう人だったと思います？金相当な金持ちですよね、うん、でお客さんはもうほとんどそういうのを好き者っていうんですけど今好き者っていうとエッチな人みたいになっちゃうんですけど当時は茶道の流儀の好きやばしの好きと書いて、うん、お茶のグッズを集める人を好き者って言ったんです。ですから吉原で通う人も好き者って言われたんですけどもつまりそういうこだわりの人が行くみたいななんかちょっと風流めいた空気も作りながらだけどその金どっから持ってきたんだみたいな自分のサラリーだけじゃないだろうとか商人から賄賂取ってねえかお前みたいな人たちがまあ幕府公認で安全なんでそういう形のことを楽しんでいた。もちろんお殿様とか将軍様のような人たちは側室とか大奥とかがありますからそんなところに油断していって殺されちゃいましたったらシャレになりませんのでそういう人たちは行きませんから上級といってもそういう系の方々やビッグな商人の方が行ってたという形になってそれはあくまでも散財する男気のある人がまあある意味モテると解消のある人というふうになってたんだと思います。ですから話を戻すと渋沢栄一と喜作が江戸に行って100両持って25両か30両使っちゃった。これはランクは別にして多分そんなに通い込めるようなものでは吉原とはっきり回顧録には書いてありますので多分田舎者でルールを知らなかったんだって言って宴会だけして終了みたいな話だったかもしれないなというふうに感じています。今回は吉原の実態みたいなものを経済的な面やそのなんか雰囲気的な問題でお話をさせていただきました。まあ面白いなと思った方はチャンネル登録とかもよろしくお願いします。今回の動画は以上です。それではさようなら。